路線バス定期観光バス竹筒バス停留所熊の五房南海バス株式会社は和歌山県機南地区で乗り合いバス事業、貸切バス事業を行うバス事業者。南海電鉄のグループ会社で五房機南地区の事業を統括する中間持ち株会社南帰観光ホールディングスの子会社で南海グループに属する。前身は和歌山県新宮市に本 1943年に熊野合同交通株式会社が発足したのが期限である。一般路線バスのエリアは2020年1月の合併前の旧2社でそれぞれエリアが独立しており旧熊野交通エリアである紀伊半島の南東部にある和歌山県新宮市の紀省本線新宮駅を中心として那智勝浦町までと 熊野本宮大社にかけて広がる熊野地区の和歌山県内と旧五坊南海バスエリアである五坊市、日高郡、有田郡の範囲に2分される。旧熊野交通の路線はすべて和歌山県内のみで運行が行われている。なお、田辺営業所は旧五坊南海バスの営業所だが合併時点で有している田辺市内の路線はすべて旧熊野交通のものである。 旧熊野交通では、かつては一部の路線が、三重県熊野市鬼ヶ城付近まで伸びていたり、奈良県吉野郡と津川村内に、バス停留所が存在したりしていたが、現在はいずれの路線も廃止されている。車掌は、南海グループ統一マークではなく、八タガラスを使用しており、これは、南紀観光ホールディングス、熊野観光開発も同様である。また、熊野交通時代の社名ロゴは、 明朝からだを使用しており、バス車対抗部に書かれる会社名表記もすべて明朝からだを使用していた。グループ会社の熊野観光開発株式会社と共同で泥橋の観光船事業も行っている。熊野交通本社2015年撮影熊野交通本社2018年1月15日より営業開始休後防南海バスの路線は当該港を参照。現行路線。 編集新商線、川竹線は、地域間感染系統として、国、和歌山県の補助を受ける。過去の路線、編集大島港バス停留所現在は、串本町コミュニティバスが運行する2006年9月30日に廃止。三重県内路線から撤退した。定期観光バスとして、以下の2コースを運行している。完全予約制。キー勝浦駅から、 熊野三山、西岸都市と周辺の観光地を巡るコース。昼食の弁当付き。車両は大型観光バスが使用される。車両は日のリエッセにピンクの車体を仮装した定期観光バス専用のレトロバスが使用される。多客時は大型車で運行される場合もある。一般の貸切バス事業のほか定期観光バス。 親会社の南紀観光ホールディングスが最高、募集し、熊野五棒南海バスが運行する、バスツアー、熊公遊ツアーも行っている。一般路線バス費のレインボー HR バス車両は、日野自動車制を中心に、日産ディーゼル、三菱不装、いすず自動車制を所有している。塗装は、南海バスとは異なる、独自のものを採用しているが、 親会社の南海バスグループからの移籍者も少なからず、あり、それらの車両は塗装を変えることなく、南海のロゴを消して、車門をヤタガラスに取り替えただけで使用されている。2018年3月31日時点では、路線バスとして36台のバス車両を保有しており、うちのステップバスは12台、低床バスは12台であった。路線バス車両の主力は、中型車、 中型長尺車の日のレインボーで小型車の日の d エッも使用される。近年は南海グループだけでなく西東京バスより日のレインボー HR が2台移籍されるなど首都圏の事業者からの譲渡車も見られる。吉野熊野国立公園の一部である北山川の大渓谷泥橋を時速 40km で航行するウォータージェット船によって観光できる。基本的に 心差し個体新宮間の同社のバスも含めた往復一体型の乗船を受け付けているが、予約すれば、多度心西へなどの片道乗船も可能。また、多少の待ち時間も含めれば、トロ八丁バス停と、戸塚か村を結ぶ戸塚村営バスなどによる乗り継ぎも可能になっている。以前は直営であったが、2019年1月1日以降は、 グループ会社の熊野観光開発株式会社が事業を行っている。しかし、2020年4月13日から運休となり、2021年1月1日をもって事業休止となることが決定している。キー・カツウラ駅前バス乗り場看板にマスコットキャラクター、サンフジョが描かれている。熊野交通時代に同社のマスコットキャラクターとして制定された。サンフは、 熊野三山の見込み習い、またはアルバイトという設定。各キャラクターの名前は2014年に一般公募で決定され、2016年6月から公式サイトに三婦女のイラストとプロフィールが掲載された。イラストの作者は南海フェリーや大阪南港フェリーのポスターも手掛けるイラストレーターの大間垣智も子。三婦女キャラクターは熊野交通が 熊野散山の各大社に許可を得て展開しており、イラストレーターは各大社の巫女の神の言い方まで忠実に再現しているという。キャラクターグッズも制作され、南海電車祭りなどのイベントで販売される。同じ作者による南海フェリーのキャラクターとコラボレーションしたグッズも販売されている。三婦女はいずれも巫女装束をまとい、それぞれ手に熊野交通の乗り物を持っている。 名前の由来は、熊野ゆかりの小栗方眼の妻、テルテ姫から、ウォータージェット船を持っている。名前の由来は、夏滝にかかる霧から、定期観光バスのリエッセレトロバスを持っている。名前の由来は、熊野早玉大社のご神木、なぎの木から、路線バスのレインボーを持っている。同社では SNS での情報発信に力を入れており、ツイッターでは、 産婦女公式アカウントで、熊野五房南海バスの情報を伝えている。また、インスタグラム公式アカウントもあり、写真により熊野の観光情報を発信している。ありがとうございます。